今回は夕焼け空を3種類描いていきたいと思います。使用している画材については動画下の説明欄を参考にしてください。それでは早速描いていきましょう。はがきサイズの紙を使用しています。周りにマスキングテープを貼って画面を3つに分けておきます。一番左側の空から描いていきます。ユニの水彩色鉛筆レモンイエロー805番を下の部分に塗っていきます。一番下から塗り始めて、だんだん薄くなるように力を抜きながら3分の1くらいまで塗りましょう。その上にライトブルー847番を塗ります。黄色の上に薄く色がかかるようにして塗り始めて、だんだん力を入れて濃くしていきましょう。上の方に来たらまた力を抜いて真ん中あたりを濃くしておきます。一番上にはダークフタローブルー852番を塗ります。上から塗り始めてだんだん薄くなるように下に下がってきます。これくらいに塗れたら水筆で溶かしていきます。軸の部分を少し軽く指で押して筆先に水分をなじませてから使います。薄い色の方から濃い色の方へ溶かしていきたいので、黄色から青い方へ向かって溶かしていきます。やりにくい場合は紙をくるっと回転させて逆さまにして塗ってください。筆先を色の薄い方、黄色の方に向けてマスキングテープの上にペタッと大きくつきます。そのまま横にスライドさせながらゆっくりと青い方へ向かって溶かしていきましょう。端まで溶かせたら水筆はきれいにしてドライヤーを使って乾かします。ここに雲を描いていきます。コールドグレー1番830番を使います。黄色の方から横向きに軽く動かして雲を描いていきます。細い雲をいくつか描きましょう。上に行くに従って雲をだんだん大きくして、雲と雲の隙間も大きく開いていきます。ちょっと大きめの太めの雲を描いて、この隙間もちょっとずつ広く取っていきましょう。こんな感じに描けたら、もう少し濃いグレーですね、コールドグレーの2番832番を使ってこの上の方の雲をもうちょっと暗くしていきます。先ほど描いた部分に重ね塗りをしましょう。下の方は薄めに色を重ねておきます。これで左側の部分は完成です。真ん中の部分にはまずレモンイエロー805番を下の方に塗ります。先ほどと同じように下からだんだん力を抜いて上の方へ上がっていきます。これも3分の1くらい塗れたらライトカーマイン827番を塗ります。黄色の部分に薄く色がかかるようにして塗り始めて、だんだん色を濃くして真ん中のあたりをピンク色にします。で、上の方は薄くしておきましょう。上の部分はブルーバイオレット837番を塗ります。一番上からだんだん薄くなるように下に下がってきます。ピンクに軽く
色を重ねましょう。これくらいに塗れたら、この部分も水筆を使って溶かしていきます。筆先に水をなじませたら、今回もこの黄色い方から紫の方へ、色の薄い方から濃い方へ向かって溶かしていきます。筆先をペタッと大きくついて、左右に動かしながら上へ上がっていきます。一番上まで溶かせたら、筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。マスキングテープの上の乾いていない絵の具はティッシュで拭き取っておきましょう。画面の下の方に太陽を作りたいと思います。色紙板の丸い穴の部分をこの真ん中ですね、左右の真ん中に当てて、消しゴムでこの部分を丸く消します。こんな感じで消せたら、下の部分に地面を描いていきましょう。この太陽のちょっと下くらいにブラック899番を使って地面を描いていきます。こんな感じに描いたら、左右にはビル群を描いていきたいので、右側と左側に縦に線を入れましょう。建物をいくつか描いていきたいので、こんな感じで建物の上の部分を描いて、さらに上に線を伸ばします。そしたら定規を使って、この太陽の真ん中のあたりとこの線を結んだところですね、ここに斜めの線を入れます。こちら側も太陽の真ん中とこの縦の線を結んで、こんな感じに斜めに線を入れましょう。そうしたらまた真横に線を入れて、でさらに縦線を描いていきます。でまた同じようにこの中心と線の上の端を結んで、こんな感じで線を引いて建物の感じを描きます。でこの部分は黒で塗ってしまいます。色鉛筆を縦に動かして縦向きに塗りましょう。で下の部分も黒で塗ってしまいます。この黒い部分を水筆で溶かしていきます。筆先に水をなじませて、黒い部分を溶かしていきましょう。ここも縦向きに筆を動かす感じにして溶かしましょう。地面の部分も溶かしていきます。で筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。これくらいにかけたら、差し込んでくる光を描いていきます。消しゴムを使ってこの太陽の周りのビルの部分をこんな感じで消して色を抜いていきます。太陽の周りが丸くなるように消しておきましょう。でこの太陽の部分から放射線状に消しゴムで消して光を描いていきましょう。これくらいに消せたら、この太陽の周りがちょっと薄くなってしまうので、レモンイエロー805番で軽く塗り足しましょう。消えてしまったところに色を足します。周りの消した部分に色を入れていきます。ライトオレンジ813番をこの消した部分の外側の部分に入れていきます。
内側の部分はちょっと白っぽく残るように外側にオレンジ色を入れましょう。これくらいに塗れたらレモン807番でこの残りの部分を塗っていきます。で、内側から外側に向かって塗ります。半分くらいオレンジ色にかかるように重ねるようにして塗りましょう。こんな感じでかけたら最後にこの部分にローズカーマイン824番で雲を描いていきます。で、この太陽のすぐ上の黄色い部分から小さく円を描くような感じにところどころ雲を描いていきましょう。上の方に来たらライトブルー847番をこの雲の上に重ねます。ピンク色の上に水色を重ねてちょっと渋い色の雲にしましょう。こんな感じで真ん中の部分は完成です。一番右側の部分には下のところにライトカーマイン827番を塗ります。だんだん力を抜いて色を薄くしながら3分の1くらいのところまで塗りましょう。これくらいに塗れたらプルシャンブルー851番を上からこのピンクにかけて全体を塗ってしまいます。上の方を濃いめにしてで、ピンクと重なるところはちょっと薄めに塗っておきましょう。これくらいに塗れたら上の方にさらにブラック899番を重ねます。で、半分くらいからちょっと力を抜いて薄くしましょう。これくらいに塗れたら水筆で溶かしていきます。筆先に水をなじませてこの部分も色の薄い方から濃い方へ向かって溶かしていきます。ペタッと大きくマスキングテープの上に筆をついて左右に動かしながら上の方へ溶かしていきます。上まで溶けたら筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。一番右側には上の方に星を飛ばしていきます。左側2つの画面には色をかけたくないのでティッシュで覆いをしておきましょう。ホワイト801番の水彩色鉛筆を直接芯の部分を水につけます。普通の筆を水で濡らしてこの芯の部分を筆でこすって絵の具を作っていきます。たっぷり絵の具を作りましょう。ここを筆で弾いてこの部分に星を飛ばしていきます。足りなくなったらもう一度水をつけて絵の具を溶かしてこれくらい飛ばせたら筆はきれいにして色鉛筆についた水もティッシュの上でしっかりと拭き取っておきます。しっかり水分を拭き取ったらこの部分は乾かしておきましょう。星の部分をドライヤーで乾かします。この一番右側にも雲を描いていきます。消しゴムで消して雲を作っていきます。横向きに消して
こんな感じで雲を作っていきましょう。この部分に少しだけ雲を描き足します。ステッドラーの水彩色鉛筆62番を使います。薄い紫色です。先ほど消した部分に軽く色をのせていきます。こんな感じで完成です。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなどもお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。